チロルさん、こんばんはんこ、そばん、そうこ、ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、こんばんは、くまさん、初見ありがとうございます、こんばんは、めでたいさん、こんばんは、アリスさん、こんばんは、ゆうきさん、こんばんは。今日は7時半ごろまでやろうと思います。ゼロさん、こんばんは、フル。チルルさん、今日は何して過ごしてたのかな？今日は家のお掃除をしてました。あさやんさん、こんばんは。くまさん、頑張れなぴょ、頑張ります。ぼっちさん、顔出しはしないの？まだちょっと顔出しはしないでおこうと思います。メイさん、お部屋のお掃除かな？お家リビングのお掃除をしました。昨日来てくれた人もめちゃくちゃ来てくれてますね。嬉しいです。ちゃちゃまるくんさん、こんばんは。まほうさん、こんばんは。だいだいさん、こんばんは。サザジャンさん、こんばんは。9期の、これなんて読むんですか？金さん、こんばんは。ゆうきさん、応援してる。ありがとうございます。けんさん、けん11さん、初見ありがとうございます。こんばんは。ジョンマルさん、初見ありがとうございます。こんばんは。タレパンさん、今日は IP 推しのお母さんは、今日はちょっと別の部屋で見てくれてます。困ったら呼びます。ちゃちゃまるくんさん、今日はひそいそなしです。でも困ったらお母さんを呼びます。ともあきさん、こんばんは。アドルさん、初見ありがとうございます。こんばんは。キンさん、応援します。頑張りましょう。ありがとうございます。頑張ります。タレパンさん、一人で頑張ってるんだね。今日は頑張って一人でやってみます。チルルさん、笹岡さんなしでも頑張ろうとしてるんだね。今日はちょっと笹岡さんなしでやってみます。メイさん、すごい成長だ。一人で頑張って。ありがとうございます。頑張ります。ユウさん、一人でも上手だよ。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。タレパンさん、もう一人の6年生の子も配信してたね。あ、ちょっと配信始めるちょっと前に見てました。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、だるまありがとうございます。吉之助さん、こんばんは。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、麦ちゃんは今日来てくれるかわからないです。でも来たら呼びますね。くまさん、初見6年生11歳です。松69さん、初見ありがとうございます。こんばんは。
ルルさん37番ちゃんと2人で小6コンビで受かってほしいな。自分も37番の子も頑張って受かるようにしますね。チャッピーさんこんばんは。昨日も来てくれてましたね。ありがとうございます。アリスさん今日は学校、明日は学校ですか。明日は学校です。3連休明けの学校。タレパンさん夕飯は食べたん。まだ食べてないんです。今日は豚の生姜焼きとご飯とお味噌汁とサラダを食べます。チャッピーさん学校頑張って。ありがとうございます。頑張ります。ともあきさん50カウント完了。50カウント。小6組しっかりしてるね。ありがとうございます。アリスさん明日の授業は何ですか。明日の授業はまだわからないですね。ちょっとまた確認しときますね。メイさん27番ちゃんとナコミクみたいなコンビになれたら強いね。一緒にが受かるように頑張りますね。ちゃちゃまるくんライブで顔出しデビューかな。頑張って探しますね。頑張って探してください。いっぱいいるんで。くまさん今日初めてやから、これなんて読むんですか。の切ってしまうかもやけどすいません。大丈夫です。多分。にゃんころさんこんばんは。コロワンさんこんばんは。たくやさん初見ありがとうございます。こんばんは。タレパンさん焼肉に味噌汁にポテサラです。焼肉いいですね。もう食べたいです。くみっちさん豚の生姜焼き美味しそう。楽しみです。豚の生姜焼き。としかずさんこんばんは。デビルノイドさんこんばんは。笹岡さんなしで独り立ちですね。そう今日は笹岡さんいないんですけど頑張ってやります。でも困ったら呼びます。ごまだれさんこんばんは。タレパンさん受かったらお母さんのためにアイピーのサインもらいに行きますか。お母さんのためでもあるけど自分もアイピーのサイン欲しいです。メイさん123ってコメントしていて50までカウントするとポイントが上がるんだよ。そうなんですね。初めて知りました。ありがとうございます。チルルさんペンライトは紫8本だったかな。そうです。両手で4本で紫8本です。クマさんおじさんは今唐揚げを作っている。美味しそう。唐揚げいいですね。松六九さん歌うのとダンス踊るのどっちが好き。どっちが好き。歌うのも好きですけど、どっちも好きですけど、歌うのがどちらかというと好きですね。マフさんこんばんは。ミハンさん初見ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。タレッパンさんアイピーのサイン欲しいのかい。欲しいです。アイピーも好きなんでアイピーのサイン欲しいです。あっちゃんさん初見ありがとうございます。こんばんは。タレパンさんアイピーのサイン欲しい人。アイピーのサイン人欲しい。アイピーのサイン欲しい人いっぱいですね。アイピーかわいいので。カズさんこんばんは。オケイさんチーム B2 に行きたいの。チーム B2 に行きたいですね。メンバーめっちゃ好きなんで。しぶちんさん初見ありがとうございます。こんばんは。タレッパンさん50カウント完了。
完了しましたか。ぼっちさん、明日も配信する予定？明日はちょっと習い事あるんで配信できなくてごめんなさい。でも火曜日は多分できると思います。時間があれば。タレパンさん、アイピの好きなところ3個言うてみて。1個目は歌うまいところと、2つ目表情がすごい豊かなところと、かっこいい歌の時かっこいい表情できて、かわいい歌の時すごいニコニコ笑顔がかわいくて好きで、3つ目は顔がかわいいところかな。3つが、その3つが好きです。くまさん、習い事えらい。 習い事ありがとうございます。頑張りますね、明日習い事。チルルさん、火曜日はホップ虫行くのかな？行きますよ。ホップ虫行きます。楽しみです。さゆた Y さん、こんばんは。ホップ虫行く人いますか？この中で。タレパンさん、タレパンさん、前髪はなかった。前髪がなかった。キャスさん、お母さんはピピ中毒ですか？ピピ中毒かな？ピピ中毒だと思います。今日すごい喉が枯れてる。すごい咳き込むかもしれないです。タレパンさん、アイピ劇場公演、女性枠行けばめちゃくちゃレスしてくれるよ。めちゃくちゃレスしてくれます。もうすごいこっち見てくれてます。なおゆきさん、こんばんは。しぶちんさん、得意科目は社会と算数ですね。算数は計算がまあ得意なんで。社会とかは歴史が好きです。これ得意です、社会と算数が。タレパンさん、アイピからレッスンもらったんだ。もらいました。お母さんも自分ももらいました。めちゃくちゃ可愛いです。B2 の、じゃ NNB のみんな可愛いからすごい選べないんですよね、みんな。タレパンさん、鎌倉殿の13人って見てたりする？鎌倉殿の13人合ってます？読み方。13人は多分見てないと思います。タレパンさん、21番もアイピからレッスンもらってるんだよね。そうなんですか。アイピめちゃくちゃレッスンくれるんですね。メイさん、メンバーってみんなキラキラしてるよね。めっちゃキラキラしてます。みんな可愛い。みんな好きです。ゆうめみんさん、28番、双葉ちゃん、こんばんは。こんばんは。しのうさん、こんばんは。タレパンさん、社会科好きとか歴史ドラマ好きなんかなと思ったんで。歴史ドラマはあんまり見ないんですよね。テレビをあんまり見なくて。でもなんかその戦国時代にタイムスリープ系みたいなのは好きです。ゆめみんさん、顔出し配信するの？まだちょっとまだ、配信慣れてないんで顔出しは緊張するんでしないです。キャスさん、南海公園幕が開いたらアイピ女性エリア向いてるもんね。めちゃくちゃこっち向いててめちゃくちゃ笑顔なんで可愛いです。ガクちゃんさん、初見ありがとうございます。こんばんは。クマさん、アイピがどの曲やってる時がグッときました、グッとかましたか？アイピ蜃気楼が
めちゃくちゃグッてなります。ちゃちゃまるくんさん、や、今の子はテレビあまり見ないんだ。あんまり見ないです。もうずっと携帯とかでいろんな動画見たりしてます。にしんさん、こんばんは。タレパンさん、最近女性近くの席座ってたからレッスンもらえた。おめでとうございます。あれ、え？めちゃくちゃアイピかわいいです。レスかわいいです。キャスさん、30日虫、30虫、30日で顔お披露目。30日が初めての顔公開です。生の顔、写真じゃない顔が30日で初めてです。アリスさん、ハートありがとうございます。タレパンさん、アイピこの前ランナーズハイしていてびっくりしたよ。あ、それ見ました。私もアイピがランナーズハイしてたの見ました。めちゃくちゃすごかった。アイピ何やってもかっこいいしかわいい。さゆた Y さん、アイピの蜃気楼いいね。な、表情がめちゃくちゃ好きです。アイピの。ガクちゃんさん、初見でテレビは規制かやからね。デビルノイドさん、戦国にタイムスリップは足があるかな。足がある、足がある、聞いたことないですね。タレパンさん、アイピとシオミンの蜃気楼が一番好きだわ。あ、すごいわかります。めちゃくちゃいいですよね、アイピとシオミンの蜃気楼。ジップさん、はじめまして。顔出ししてないのですか？してないんですよ。ちょっと緊張するんで、ラジオにしました。チェルルさん、ミカナの好きなところはどこ？めちゃくちゃ顔が美人なところと、あと、声がなんか好きです。喋り方とかが好きです。あと、めちゃくちゃ歌ってる時顔かっこよくて、 N 公演の顔とかすごい好きです。表情とかが。アリスさん、今日はまた歌いますか？今日も歌おうと思います。なんか歌ってほしいものがあればどんどん言ってください。ガクちゃんさん、蜃気楼といえば富山県海、え、魚寿司、魚寿司、魚寿司かな、で見れるわよ。富山県でも見れるんですか？ タレパンさん、じっちゃんの IP ポジも蜃気楼も意外と良きでした。それ見たことないかもしれません。アドルさん、この前ユーミンに9期受けるのって聞かれてた子ですか？そうですね、そうです。ユーミンに聞かれました。フレッシュいちごになりたいのさん、僕ドラえもん、じゃあ私ドラミちゃんになります。ガクちゃんさん、魚寿司って呼ぶんですか、あれで。よし、勉強になりました。アバエピさん、初見ありがとうございます。こんばんは。ドラオウさん、初見ありがとうございます。ヒロさん、こんばんは。初見ありがとうございます。ヒッチさん、こんばんは。タレパンさん、アイピが舞台でお休みしていた間、じっちゃんがしてたよ。そうなんですね。イークさん、初訪問ありがとうございます。トットクさん、はじめまして。クロウさん、初見ありがとうございます。こんばんは。タレパーさん、8期で気になる子がいる。松岡さくらちゃんが気になってます。
さちまるくんさん、ライブは髪型はどんな感じで出る予定ですか？と動く、いろいろダンスしたりするんで、ポニーテールにしようかなって思ってます。ポニーテールもいいけど、おろしも可愛いなって思ってて、ちょっと今迷ってます。ガクちゃんさん、通は港という意味です。そうなんですね。しおりさん、こんばんは。タレパンさん、松作ちゃんね。そうです、松岡さくらちゃんがちょっと今八家の中で気になってます。もう田中ゆきのちゃんとかもたまにじゃないな、 B2 とかで出てたりするんで、可愛いなって思ったりします。ダンスも上手で、すごい大きく踊ってて、田中ゆきのちゃんもちょっと気になってます。ジロルさん、じゃあ次はコジリンの好きなところ。コジリン、小島カリスちゃんの好きなところは、可愛いところと、 NNB のキャプテンで NNB 頑張って熱い気持ちで引っ張ってるところと、あとすごい歌もダンスも上手なところが好きです。タレパンさん、松作ちゃんのグッドスプーンメニュー食べるの忘れてた。あのチキン、鶏のやつでしたっけ？鶏のやつ、お母さんと行った時に食べてました。でも松岡さくらちゃんのジュースは飲んだことあります。ガクちゃん、海の港で、え、あ、魚か、魚の港でか、勉強になります。アドルさん、ユーミンに聞かれてた公園に入ってたので親近感が湧いたよ。親近感湧いた、よかったですね。キャスさん、ジョアチキンとミックスジュース、ミックスジュース飲みました。美味しかったです。でもジョアチキンはお母さんが食べてて、もう辛いの苦手なんで食べれなかったです。能天気さん、はじめまして。シーユソさん、はじめまして。まだ30分ぐらいやのに、もういっぱい人来てくれてて嬉しいです。今日は7時半までやろうと思います。ちょっと今日初見の人もいっぱいいるんで自己紹介しときますね。28番の丹羽さんです。11歳、小学6年生です。チェロルさん、グッドスプーンでは何を食べたの？本郷ゆずはちゃんのあのピザを食べました。と和田美優ちゃんのメロンとあのデザートも食べました。と隅野若菜ちゃんのドリアも食べました。美味しかったです。キャスさん、若にゃんのほうじ茶ドリアは食べたかな。ほうじ茶は飲んでないんですけど、ドリアは食べました。美味しかったです。ゆうさん、どれが一番好きでしたか。どれが一番好きでしたか。和田美優ちゃんのメロンのあのデザートが好きかな。でも全部美味しかったです。また食べたいです。チルーさん、いっぱい食べたんだね。いっぱい行ったんでいっぱい食べました。全部美味しかったです。また食べたいです。キャスさん、丹羽さんもメニューが作れたらいいね。頑張ってメンバーになってコラボの時に メニューが作れるように頑張ります。
頑張れしんちゃんさん、こんばんは。翔平さん、初見ありがとうございます。こんばんは。チロルさん、にわまるちゃんならどんなメニューにする？フルーツが大好きなんで、フルーツをテーマにしたメニューにしたいですね。もう、フルーツてんこ盛りのメニューにしたいです。いっぱいのっけたいです。それで自分で行って自分で食べたいです。みっちさん、一番好きなフルーツは？全部好きだけど、いちごが好きかな。いちごが一番好きです。まゆみょんさん、こんばんは。フルーツって全部おいしいんで全部好きです。100メートルランナーさん、こんばんは。ちゃちゃまるくんさん、桃だろ。もう美味しいですよね。めちゃくちゃ好きです。もうフルーツ全部大好きです。アドルさん、声がココナちゃんに似てる気がするのは私だけ。ココナちゃんに似てますか？あんまりわからないんですよね。自分の声が誰に似てるとか、あんまわからなくて、自分の声ってそんなわからないんですよね。キャスさん、オムライスとかどう？オムライスも好きなんで、オムライスもメニューにしたいですね。もう好きなもの全部乗っけたいです。しおりさん、応援してるから頑張ってね。メンバーになったらお話し会とか行くから、ありがとうございます。来てくれたら嬉しいです。私もメンバーになれるように頑張ります。アリスさん、お誕生日のケーキは何をお願いしますか？アイスケーキをお願いしたいです。ずっと気になるアイスケーキがあるので。ジーパイさん？ジー BOY さん？ G ボーイさん。はじめまして。チルルさん、私もココアナに似てると思ってた。本当ですか？あんま自分の声わからないんですよね。りょうさん、カップケーキ、ありがとうございます。オリビアさん、ドリアンも食べれるの？ドリアン食べたことないです。生で見たことないんですよね。マダオさん、初見ありがとうございます。こんばんは。クミッチさん、嫌いな食べ物とかありますか？あんまないんですけど、きな粉。粉のきな粉が食べれないです。浩平さん、お疲れ様。お疲れ様です。チルルさん、なんか話し方も似てる。ありがとうございますの言い方とか。どうですか？メイさん、ココナちゃんに似てます。お返事の仕方とか。お返事の仕方とか、ココナちゃん似てるんですね。まゆみょんさん、ランチはどう？いろいろ少しずつ。ランチ。いつもランチって学校とかあるから行かないんですよね、そんなに。カイロスさん、ココナに似てるかも。似てますか？アドルさん、録音した自分の声を聞いたらこんな声してるって思う。よくあります。私もなんか録音ちょっとよくわかんないけど、携帯で録音してて、その声聞いてて、自分ってこんな声なんだってなることあります。浩平さん、お出かけ中なので星だけ投げるね。星だけ投げてくれるのも嬉しいです。ありがとうございます。キャスさん、お子様ランチとかってことかな。あ、お子様ランチ。お子様ランチはめちゃくちゃ食べます。あんまり食べれない人か、お子様ランチちょうどいい量なんでめちゃくちゃ食べます。メイさん、ココナちゃんも鼻をよくすすってました。そうなんですね。今日ちょっと鼻がすごい鼻水がすごい垂れてくるんで。オリビアさん、それがどうしたのって棒読みしてみてください。それがどうしたの、こうなんですか？ メイちゃん、ココナちゃんは鼻が出たらマシュマロが出たよって言ってたよ。じゃあ私もそうします。ゆうちゃそさん、初見ありがとうございます。こんばんは。都市超絶カレンタンさん、こんばんは。
自分の声ってあんまり聞かないんですよね。なんか思ってた声と違うこともあるし。皆さん12周年ライブとか何行ったりとかしますか？ここてんライブとか。都市超絶カレンタンさん、ピロ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 。ゆうちゃそうさん、48グループ箱推しのゆうちゃそうです。NMB48 だけじゃないんですね。みんな可愛いんですね。あんまりよくわからないんですよね、NMB48 以外。デビルノイドさん、あるある言いたい。言いたいあるあるって言ってみて。あるある言いたい、言いたいあるある。こんなんでいいですか？チルルさん、アイドルが鼻水垂れてくるってあんまなくて正直でいいね。じゃあ、自分の素のままでいきますね。はい、アドルさん、5公演行くよ。5公演も行くんですか？いいですね。スマタンさん、こんばんは。ゆうちゃそさん、よろしくです。よろしくです。メイさん、ニワさん、ノリがいい。本当ですか？ありがとうございます。りょうさん、配信慣れてきたみたいやね。喋るのが上手くなってる。ありがとうございます。ちょっとだけ慣れてきました。ハリー・ポッターメガネのヒゲおじさん。30日虫は1階の後ろの方ってことかな。30日1階、1階いいですね。1階そんな行ったことないんですよね。ゆうちゃそさん、オーディション頑張って。ありがとうございます。頑張ります。きびだんごさん、30分喋りっぱなしでちゃんと水分補給してますか？してないですね。でも、くみっちさん、笹岡さんなしでうまく話せてますよ。本当ですか？ありがとうございます。頑張ります。アドルさん、9月30は2階の天空席で見守ってるよ。ありがとうございます。ちゃちゃまるくんさん、にわさん、配信だいぶ慣れたよ。ありがとうございます。これからも頑張っていきますね。めいさん、かわいい。かわいい。ありがとうございます。りょうさん、おかみは不在ですか？今日は不在です。今日は一人で頑張ってます。きびだんごさん、非公認。公認にしても大丈夫ですよ。公認にしてくれたら嬉しいです。公認にしてください。これからは公認で応援中にしてくれたら嬉しいです。坂口さん、はじめまして。トニーさん、こんばんは。ユウさん、好きな給食は何ですか？好きな給食はね、アップルパンが好きです。アップルパン、給食でたまに出てくるんですけど、いつもおかわりしちゃいます。めちゃくちゃ美味しいんで。吉かなさん、車券ありがとうございます。こんばんは。オリビアさん、早くも認知しました。ボンジュールさん、かわいい。ありがとうございます。チルルさん、にわまるちゃんの好きな曲をもう一度教えてください。ジュゴンはジュゴンです。ジュゴンはジュゴンが好きです。めっちゃ聞きます。アドルさん、ココナちゃんの握手会でたまに僕の番のところで鼻かみタイムに行ってもらってました。優しいんですね、鼻かみタイム。ヒロさんかな？初見ありがとうございます。こんばんは。M ちゃんさん。初見、はじめまして。白米様、初見です。はじめまして。こんばんは。
めちゃくちゃ見てくれてますね、皆さん。ありがとうございます。で、昨日も、一昨日も見に来てくれてる人もって、めちゃくちゃ嬉しいです。オリビアさん、ジゴンはジゴンを無表情で歌えますか？難しいかな。いや、でも多分歌えると思います。頑張って笑わずに歌います。きおちゃんさん、初見です。ありがとうございます。白米様さん、初見じゃなかった。初見じゃなかった。まあでも、今日も見に来てくれて嬉しいです。アドルさん、ジュゴンが好きとは気が合うやないかい。じゃあ一緒ですね。ジュゴンはジュゴンが好きなのは一緒ですね。運命です、これは。アリスさん、昨日4000人の人が見てたね。そうです。めちゃくちゃたくさんの人見てくれてて、めちゃくちゃ嬉しかったです。そんな長い、1時間ぐらい、2時間ぐらいか、しかやってないのに、4000人も見に来てくれるってすごい嬉しいです。ジルルさんも、ほんまココナにしか聞こえない。本当ですか？ じゃあ、ココナちゃんの後を継ぎます。私がメンバーになって頑張りますね。応援さんが初訪問、ありがとうございます。初見ありがとうございます。メイさん、お顔もココナちゃんに似てるって言われるんだよね。なんかすごい配信でココナちゃんに顔が似てるって言われました。オリビアさん、だってだってだって歌ってほしいな。ちょっと今練習中なんで、上手になったら歌おうと思います。アドルさん、頼もしい。頼もしいですか？ メガ盛りのミニーデさん、NNB と同い年ぐらいですか？同い年です。今年で12歳なんで、NNB さんと同い年になります。同い年です。ゆうさん、頼もしい。頼もしいですか。ふっくさん、こんばんは。ともちゃんさん、にわさん、ココナちゃんの次に継いでほしい。頑張ってココナちゃん継ぎます。メンバーになって。パトさん、初見ありがとうございます。こんばんは。くまさん、声はアイピに似てる。アイピに似てる？アイピも来た。どうですか、アイピ。似てます、アイピちゃん似てますか。ちゃちゃまるくんさん、ポスト梅山ココナ。いや、梅山ココナちゃんみたいになれるように頑張ります。オールドさん、こんばんは。メイさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あと1時間もないですね。いっぱいお話ししなきゃ。皆さん、なんか今日も歌うんですけど、なんか歌ってほしいものとかありますか？オリビアさん、私はにわまるちゃんのお顔はアーヤンに似てる気がする。お母さんにたまに言われます。そう、書類審査の写真とかもアーヤンに似てるって言われました。チルルさん、メンバーになったらしたいことはありますか？メンバーになったら他のメンバーと一緒に公演したいです。もうみんな楽しそうなんで、私も楽しくみんなと公演踊ったり歌ったりしたいです。初見の方いっぱいいるんで、もう一回自己紹介しようかな。にわさんです。11歳で、小学6年生で、好きな食べ物は、オムライスと、パスタと、ピザと、フルーツが好きです。ちゃちゃまるくんさん、女優業や演技の仕事は、興味はありますか？興味はあるんですけど、ちょっと、演技とかやったことないんで、ちょっと不安です。
チルルさん、何公演がしたい？チーム N の夢中ライブ公演がしたいです。歌、セットリストがすごい好きで、やってみたいです。マスオさん、こんばんは。アドルさん、声は、お顔はアーヤンで、声と話し方がココナちゃんという。星だと思います。星だと思います。キャスさん、何型ですか？大型です。大型と大型の娘です。だから大型です。ユータ Y さん、アーヤンとココナに出るって、一人だってだってだってやん。一人でだってだってだって。やりますね。頑張って。メンバーになって。メガ盛りのミニデさん、チーム N さんのやけぼっくいが聞きたいです。やけぼっくい、あんま歌ったことないんですよね。オリビアさん、読んでるファッション系の雑誌はありますか？雑誌あんまり読んだことなくて、から雑誌読んだことないんですよね。NNB が出てる雑誌を買ったりはしてる、買ってもらったりはしてるけど、メイさん、大型だから反応がココナちゃんにやっぱり似てます。ココナちゃん、大型なんですか？ココナちゃんに似てるんですね、私って。ケイさん、はじめまして。モーリーさん、はじめまして。キャスさん、S かわいいの本は買いましたか？買いました。買いました、買いました。買ってもらいました。アドルさん、さっきの星になってたところはハイブリッドって書きたかったんやけど、星になっちゃった。星になったりするんですね、勝手に。ケイさん、ラジオ配信でいいのかな？こんばんは。ちょっと顔出しはまだ緊張するんで、ラジオ配信でやらせてもらってます。チルルさん、他に似てると言われる人はいますか？他に似てる人は、誰が似てるって言われるかな？もうお母さんにアイアンさんとか、皆さんにココナちゃんとか言われる以外、あんまり似てるって言われることがないんですよね。リビアさん、大型ってことは小さなことは気にしないおおらかな性格かな。そうですね、小さいことあんまり気にしないですね。メガ盛りのミニネさん、夢中ライブ公演の伝説の魚とか本当にいい曲ですよね。いい曲ですね。あ、伝説の魚好きです。みんな、なんか、表情がかっこよくて好きです。禁断の花火師さん、はじめまして。初見ありがとうございます。マスオさん、今日の晩ご飯は何ですか？今日は豚の生姜焼きと、ナスのお漬物？じゃあ、ナスの揚げ浸しと、味噌汁とご飯とサラダです。ケイさん、お母さんがファンは次世代感がありますね。親子でファンです。次世代感ありますか？チルルさん、美味しそう。そうです。美味しそうで、今ちょっと、もうそろそろお腹空いてきてます。今日はいっぱいご飯があるんで、いっぱい食べたいと思います。オリビアさん、N と M と B2 ならどこに行きたい？曲もメンバーも好きな子多いんで、チーム N の夢中ライブ公演に行きたいです。
拓也さん、初見ありがとうございます。こんばんは。キャスさん、丹羽さんの得意料理は何だったっけ？だし巻き卵が得意です。もうずっと作ってるんで、最近見た目も味も良くなってきてます。ドーミヤさん、初見ありがとうございます。こんばんは。ぼっちさん、最近どうですかかな？なんて書いてるのかな、これは。 マシュマロン飛行さん、こんばんは。メガ盛りのミニで、多分そろそろ。ケイさん、公園にも連れてって行ってもらったのかな。めちゃくちゃ連れてってもらってます。アリスさん、夜ご飯作ったりするの？めちゃくちゃたまに作ったりします。この前、結構前かな、お母さん仕事で帰ってくるの遅かったんで、オムライス作って待っててました。でも、まあ味は美味しかったけど、ちょっとあまりうまくできなかったです。ハリーポッターメガネのひやおじさんさん、だし巻き卵すごい。ありがとうございます。カミヤーマンさん、初見ありがとうございます。こんばんは。メガ盛りのミニデさん、多分そろそろチームの公演は変わると思います。あ、9期入ってきたら変わっちゃったりするんですかね。ユウさん、オムライス作れるのすごいね。ありがとうございます。キャスさん、お母さん嬉しかったと思うよ。喜んでました。作ったよって連絡したら、ありがとうって来ました。オリビアさん、コロナ前から公園行ってたの？コールとかしてた？いや、コロナ前から行ってないんで、コールとかできてないんですよ。2年ぐらい前から公園行き始めたりして。お母さんさん、こんばんは。まもるさん、遊びに来たよ。いらっしゃい。こんばんは。ケイさん、オムライスはすごいね。卵はむずいよね。そうなんです。ご飯うまくいったんですけど、卵難しくて、もう上に乗っけるだけでした。まゆみょんさん、だし巻き卵以外に何か作れますか？パスタとか作れます。パスタは麺茹でて、具材をあるもので作ったりしてます。ガーガーさん、初見ありがとうございます。はじめまして。オリビアさん、9期生にも夢逃げ公演してほしいな。夢逃げ公演、メイさん、いらっしゃいは可愛い。可愛かったですか？ リチャードさん、初見ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。キャスさん、いらっしゃい。いらっしゃい。って言いました。他、なんて言えばいいかわからなかったんで。マモルさん、たらこパスタ？なんか、サバ缶とめんつゆと塩昆布でパスタ作りました。チロルさん、あるもので作れるの？ソースじゃなくて。この前はあるもので作りました。オリビアさん、料理のできる女子はモテます。モテますか？あんまり学校でモテてないんですよね、私。アドルさん、昨日劇場で夢は逃げない公演初日の上映会に参加したけど、声出しとか懐かしかった。声出ししたことないんですよね。公演に初めて入った時が、声出しできない時で。まよみょんさん、いろいろ作れるの偉いね。ありがとうございます。めいさん、初見の人にはいらっしゃいって言っていきましょう。そうしますね、じゃあ。
かまど大林さん、大輔さんかな、これは。初見ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。 おさやんさん、こんばんは。まもるさん、結構渋いパスタだね。なんか何作ればよくわからなかったんで、サバ使ったら美味しくなるでしょって思って、サバ使いました。ハリーポッターメガネのヒゲおじさんさん、ワカポンのパスタっぽいね。ワカポンさんもパスタこういうの作ってるんですね。チルルさん、何の公演が初めてだったの？キュンマート公演に初めて入りました。公演入る前に小島かりんちゃんが気になってて、それでキュンマート公演、母さんが応募参加投げてくれて、それで当たっていきました。ハブさん、初見ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。くみっちさん、いらっしゃいませ。かわいい。ありがとうございます。オリビアさん、バレンタインに手作りチョコとか作った？作ってないんですよね。なんか、買いました。コロナの時期だったんで、ちょうど。まもるさん、小学生だと凍らない方が行きやすいかもね。行きやすかったかもしれないですね。ちょっと、何したらよくわからないんで、無言だったと思います、私。アドルさん、キュンマート公園2回しか入れなかった。キュンマート公園、人気なんですかね。人気そうでしたけど、もうメンバーがみんな豪華だし、すごいセットリストもいいチームだったから。メガ盛りのミニでさ、投げるって大人のファン用語を知ってるんですね。お母さんがめちゃくちゃ投げるって言ってるんで、それで覚えました。最近全然公演入ってないです。なんかもう配信で見たりしてるんで。栃木のスーさん、初見ありがとうございます。こんばんは、いらっしゃいませ。これから全員に、初見の人全員にいらっしゃいませって言います。オリビアさん、料理うまかったらまさにアーヤンの生まれ変わり。来てますね、まだアーヤンさん。アーヤさんも料理うまかったんですね。チルルさん、いらっしゃいませ。マッチ、いらっしゃいませ。ユウさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。キャスさん、いらっしゃいます。ませ、いらっしゃいませ。来た、言いました。ちょっと恥ずかしいけど、言った後にちょっとだけ恥ずかしくなるけど。もういっぱい来てくれてますね。メイさん、元気ないらっしゃい、聞きたい。いらっしゃいませ。 こんぐらい元気ないらっしゃいませでいいですか？いらっしゃいませ。あんまり言ったことないですね。メイさん、かわいい。ありがとうございます。アドルさん、いらっしゃいませバージョンも聞きたい。いらっしゃいませ。 チェルルさん、かわいい。ありがとうございます。チャッピーさん、いいね。よかったですか？コミッチさん、元気に頑張りました。レアー、なんて呼ぶんですか？ めでたいさん、うまい。ありがとうございます。オリビアさん、いらっしゃいませが、うまい。カフェでバイトできそう。じゃあバイトできる。
年齢になったらカフェとかでバイトしますね。メガ盛りのミネさん、ニワちゃんの話すスピードがちょうどよくて落ち着きます。よかったです。アリスさん、かわいい。ありがとうございます。ユウさん、いらっしゃいませが面白い。面白かったですか？チルルさん、乗り方もココナ。めちゃくちゃココナに似てるって言われますね。ちゃちゃまるくんさん、確かに小6でいらっしゃいませはなかなか言わないよね。そうですね。言う機会がそうないですね。ぬれたいさん、かわいい。ありがとうございます。キャスさん、いらっしゃい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませはランダムで。メイさん、のりの、たけのこじゃなかった。のりのいいところ、確かにココナちゃん、ココナちゃんに似てますか？初見、あ、レア、たけのこって読むんですか？これ、漢字。レアたけのこしゃん、さん。チロルさん、メンバーだったらカフェでバイトできないね。できないですね。じゃあ、卒業、慣れてないですけど、まだ、卒業したら、カフェでバイトします。チルルさん、笹岡さんがいなくても上手にできてるね。なんか感動しちゃったよ。ありがとうございます。キャサさん、ぶどう、あ、これぶどうって読むのかな。レアぶどうさんって読むのかな。パーさん、仲良くしたいメンバーはいますか？仲良くしたい人、罪の若菜ちゃんとかと仲良くなってみたいです。推しちゃんなんで、みんな、推しちゃんとはみんな仲良くなりたいです。メイさん、ぶどうって読みます。ぶどうって読むんですね。レアぶどうちゃんさん。嘘です。嘘。タッキーさん、初見です。いらっしゃいませ。タッキーさん、学校は制服？セーラー？学校は小学校なんでまだ私服です。ケイさん、ぶどうだけど、こじりんさん多分読めない。この漢字難しいです。ぶどう漢字で書くとこ、書くことあんまないんで。私も読めませんでした。ちゃちゃまるくんさん、みんなと仲良くしたいよね。みんなと仲良くしたいです。もう全員と仲良くなりたいです。タッキーさん、巨峰は読めます。巨峰好きです。美味しいです。キックさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。オリビアさん、頑張ってミーキーに絡んでいってほしい。ミーキーさんに絡みに、じゃ、頑張って絡みに行ってほしま、が、が、頑張ってミーキーさんに絡みに行きますね、メンバーになったら。タッキーさん、スカート履くこと多い？スカートあんま履かないです。ズボンが多いです。ズボンの方がなんか、落ち着きます。みなとさん、こんばんは。いらっしゃいませ。マスオさん、メンバーに会うの楽しみ？めちゃくちゃ楽しみです。もう緊張しすぎてお腹痛くなるかもしれないです。チルルさん、ちゃんといらっしゃいませって言ってて可愛い。ありがとうございます。タッキーさん、流行ってるいたずらがあったら教えて。みんな、椅子座るときに引いてますね。座るタイミングで椅子をシュッて後ろに引いてます。レアぶどうちゃん、たかさん、高橋さえかな？高橋さえも読めなかった。高橋さえさんも読めなかったんですね。オリビアさん、ここは庭丸カフェ。あ、ここにカフェにしちゃえばいいのか。じゃあ、ここはこれから庭丸カフェです。だからみんなにいらっしゃいませって言ってきます。チルさん、椅子引くのはやめなさい。みんなに言っときますね。
タッキーさん、膝かっくん、ピンポンダッシュ。ピンポンダッシュはみんなしてないけど、膝かっくんたまにしてる子います。まだ星入りになってます。星になっちゃうんですね。メイさん、庭丸カフェ面白くて癒されます。ありがとうございます。タッキーさん、めくり、めくり？めくりか。一年の頃、男子が男子のズボン下げてることはありました。でもそれ男子しか笑ってなかったです。ちゃちゃまるくんさん、めくりとかはないのかな？ないですね、今は。一年の頃、男子、ズボン下げてることあったけど、もう女子何も見てなかったです。何も反応もしてなかった。ケイさん、膝かっくん今でもあるんだね。ありますね。たまにやってる子とかいます。メイさん、女子は白い目。もう白い目どころか見てもなかったです。反応もなし。レアブドウシャンさん、ずらしはありました。タッキーさん、女の子同士でめくり。スカートか履いてる子少ないんですよね、みんな。ズボンとかばっかです。オリビアさん、じゃあ注文は抹茶のフラペチーノお願いします。作れるように頑張ります。マスオさん、とりあえずメニューにはだし巻き卵ですね。そうしましょう。とりあえず出しときましょう。しゅんさん、こんばんは。初見ありがとうございます。いらっしゃいませ。にわまるカフェです。エンディさん、こんばんは。いらっしゃいませ。アッスーさん、こんばんは。いらっしゃいませ。チルルさん、じゃあ私はサバ缶パスタで作ってきます ユウさん、にわまるカフェはだし巻き卵とオムライス。わかりました。タッキーさん、入ってたらめくるかな。いや、いないですよ。めくる子、そういないですよ。グミッチさん、オムライスに字を書いてね。わかりました。にわまるって書きますね。グミッチって書きますか？やっぱり メイさん、オムライスも食べたい。じゃあオムライスにメイって書いて出します。タッキーさん、サバ缶の味噌汁おすすめ。また調べて作ります。美味しそうですね。タッキーさん、卒業式の時めくり合いそう。男子がいないところでめくり合ってるかもしれないです かぼちゃなかずさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ここはにわまるカフェです。オリビアさん、萌え萌えキュンって書いてケチャップかけてください。マイマイキュンって勇気出して言いますね。タッキーさん、中学で流行りそうだね。流行りますかね。ああ、確かにみんなスカートですね。ユウさん、そろそろカラオケ？あともうちょっとお話ししたらカラオケしようかなって思います。A さん、こんばんは。今日も癒されに来ました。今日も癒されてってください。アドルさん、今日はにままるカフェ何時までオープンしてますか？今日は7時半までオープンしてます。だからもうすぐ開店しちゃいます。タッキーさん、中学もめくりしたことあったよね。そうなんですね。くまーちゃんさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、中学生になるのは楽しみですか？楽しみですね。他の学校の子たちとも
仲良くできるんで友達いっぱいになります。チルルさん、開店じゃなくて閉店かな。あ、7時半に閉店です。閉店です。閉店ですね。キャスさん、テロップが変わった。わーい、にわまる11歳、にわまるカフェ開店中にしました。ケイさん、ベタだけど好きな教科とかある？算数と社会が好きです。メイさん、友達作るのは得意？得意かな？もう、なんか気合いそうな子やったら話しかけに行きます。友達に紹介してもらった友達とかもすぐ仲良くなりました。今日はなんか歌ってほしい曲とかありますか？チルルさん、昨日海なし県行ってたね。行ってました。オリビアさん、カフェの常連客になっちゃおう。なってください。嬉しいです。常連客になってくれたら。マスオさん、学校は楽しい？楽しいですね。なんか学校に行くまではしんどいけど、学校行ったら行ったで楽しいんで好きです。くみっちさん、カラオケタイム楽しみです。楽しみですか。ありがとうございます。キャスさん、今まで何歌ったっけ？今まで捕食者たちよと青春のラップタイムと、あと何を歌いましたっけ？マスオさん、妄想ガールフレンドをお願いします。妄想ガールフレンドありますかね？妄想ガールフレンドは、あ、あります。妄想ガールフレンドあります。チルルさん、アモクロも歌ってたよ。あ、アモクロ歌いましたね。絶滅黒髪少女も歌いました。化粧も歌いました。いろいろ歌ってますね。妄想ガールフレンドありましたよ。妄想ガールフレンド歌いま、ケイさん、捕食者たちはお母さんの協力ないと出てこない。出てきませんでしたね。 お母さんがこれ上手やから歌ったらって言ってくれて歌いましたね。妄想ガールフレンド歌いますね。じゃあそろそろカラオケの時間です。じゃあ妄想ガールフレンド歌いますね。Thank you.
途中間違っちゃったんですけど、ごめんなさい。シュウアンコさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ポッターさん、こんばんは。いらっしゃいませ。オリビアさん、かわいい。ありがとうございます。キラさん、うまい。ありがとうございます。マスオさん、ありがとう。どういたしまして。ニャンコロさん、かわいい。ありがとうございます。アドルさん、ええやん、ええやん。よかったですか？ゆめもこさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ちょっと昨日カラオケで練習してた AKB の曲あるんですけど、笹岡さんがそれ今歌ってって言ったんで 歌いますね。笹岡さんがちょっと今歌ってる時に来ました。昨日スカートヒヤリカラオケで練習したんで、それ歌いますね。アンシリさん、こんばんは。いらっしゃいませ。スカートひらり歌おうと思います。
ございました。ちょっと一番ちょっとだけ間違えちゃったんですけど、オリビアさん許します、ありがとうございます。メイさん歌声が可愛すぎます、ありがとうございます。アリスさんペンライトありがとうございます。お母さんがね、ハート型ウイルス歌ってって言ったので歌おうと思います。ケイさん、いっぱい歌えばもっと上手になれるよ。じゃあいっぱい練習、歌って練習しますね。アリスさん、ペンライト紫にしたらよかった。私のメンバーになった時の極極楽丸さん、こんばんは、いらっしゃいませ。マスオさん、母リスリクエストか、そうですね、お母さんリクエストしました。じゃあマイクをもう一個円マイクをちょっと近づけてみますね。じゃあ歌います。遅刻極楽丸さん、びっくりしましたか？今日も来てくれてありがとうございます。ちょっと歌いますね。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。思い出せないのよ。後が絶え
ありがとうございます。キラさん最高です、よかったです。アリスさんハートありがとうございます。チロルさん本当に好きだ、押します、ありがとうございます。ちょっとだけ恥ずかしかったです。でもチロルさん、君に決めた、決めてくださいました。マスオさん最高、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしかったけど一人だったんで、まあ、まだいけました。もうすぐ30分なんで、もっちゃんさん、にわまる最高、ありがとうございます。チロルさん、そろそろご飯の時間かな。ご飯の時間です、だからもうすぐ終わらないといけないです。アドルさん、にわまるウイルスにやられましにわまるウイルスやりました、セリフうまかったです、ありがとうございます。ランキング読むのかな、読みますね、読ませていただきます。13位から、13位、マッチングマチコ先生さん、ありがとうございます。12位、宝野さん、ありがとうございます。11位、フジパンさん、ありがとうございます。10位、茶太郎さん、ありがとうございます。9位、りょうさん、ありがとうございます。8位、めいさん、ありがとうございます。7位、こうへいさん、ありがとうございます。6位めでたいさん、ありがとうございます。5位ゆうさん、ありがとうございます。しもさん、4位しもさん、ありがとうございます。3位あさやんさん、ありがとうございます。2位きびだんごさん、ありがとうございます。1位マイケル、ありがとうございます。マイケルさん、ありがとうございます。ごめんなさい、読むとこ間違ってたかもしれないです、ごめんなさい。もう一回読みますね。13位、松69さん、ありがとうございます。12位、にゃんころさん、ありがとうございます。11位、アリスさん、ありがとうございます。10位、フジパンさん、ありがとうございます。9位、ともちゃんさん、ありがとうございます。8位、宝野さん、ありがとうございます。7位、キャスさん、ありがとうございます。6位、ユウさん、ありがとうございます。5位、メルタイさん、ありがとうございます。4位、アサヤンさん、ありがとうございます。3位、ガチの釣り師さん、ありがとうございます。
2位きびだんごさん、ありがとうございます。1位めい、ありがとうございます。めいさん、ありがとうございます。ツインカオタンさん、今来た、大遅刻、毎日来てくれてありがとうございます。でもちょっと来てくれたんで大丈夫です。きびだんごさん2回もありがとう。大丈夫です、ちょっと読むとこ間違っちゃってたんで。まさやさん、こんばんは。いらっしゃいませ。めいさん、にままるカフェ楽しかったよ。よかったです。オリビアさん、ささやおかさんのささやきが。最後に来てくれました。はじめましてさん、お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様でした。ご飯炊けました。今食べていきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ごめんなさい、ちょっと今炊けました。さよなら、ありがとうございました。